J1 に残留に向けて一致団結してというサガン鳥栖です。両チームの選手がピッチに入ってきました。ホームの東京ヴェルディメンバーご紹介いたします。ゴールキーパーマテウスです。綱島千田谷口の3バックです。ゴールキーパーパクイルギです。原田山崎木村誠二の3バック。ヴェルディのキックオフで前半がスタートします。前半45分がスタートしました。左から右に攻めていきます東京ヴェルディ。山田風紀綺麗、今季フリーキックで3点目。いや素晴らしかったですね。まあ、タウンパックからするとちょっと見えなかったのかなって気がしますけど、まあ、スピードも弾道も壁高いんですけどね、ちょっとだけタイミングはずれてですね、ジャンプ。あ、無契約でプレーをしてます。うん、中原から久保が来た。久保東次郎、うわコーナーまで触ったんですね。コーナー、うわこぼれた。山田風紀、いや空振り。サポートちょっと待って、右久保足元入れた、富樫スルー、いやー日野翔太のシュート、何十センチ後ろでしたよね。はい、悔しがってますね日野も。ここで前半終了のホイッスルです。後半がスタートしました。エンド変わりました。右にエンド東京ヴェルディ緑のユニフォームです。左から右白いユニフォーム運んで広げます。北右足のクロス富樫啓満日野翔太出ない、富樫だ、うわ上です。綱島背後へ木村雄大前にコントロール、木村雄大ゴールに向かっていく、打てるのがいい、引っかからないでね。染めの樹だ、ここはパクイルギュ、スペース、スリブカ抜ける、スリブカ、スリブカ、スリブカ外、清武にボールが集まってきます。横パス西谷のシュートだー、マテウス、スープカー浮かせる、堀米、染めの戻ってきた、高いボールちょっと流れます。斉藤入れる、ニアヘッド、オナガです、オナガ肘に飛び込んでいきました。ヴェルディ2点目、まあ、ゲーム展開を考えるとすごく大きな追加点にヴェルディになりましたし、あとはこのコーナーを取った時やっぱりその一つのポジショニングでコーナーまで取って、でそこからクロスで、サイドコースがやっぱりこの辺は斉藤浩介、清武パスにする、ヴィニシウス・アラウージョ、怒ってますマテウス、坂井や清武また浮かせてくる、こぼれ堀米、おナイスカバー、小長だ、よく戻ってました小長、広げる入れる、いいボールだ、スリブカー、ラウンドのヘッド、ここで試合終了、ヴェルディ勝ちました、見事4連勝。